皆様こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。今回の動画はフクシアの植え替えです。それではご覧ください。こちらは昨年の4月に3株植え付けたフクシアのエンジェルスイヤリングです。春きれいに咲いてくれて、夏越しをして、秋春よりもさらに大きく、しかもとってもきれいな色で咲いてくれて、で冬越しして今こういった状態です。種を取りたいななんて思って花柄を一つ二つ残していたんですが、いつの間にかどこかに行ってしまいました。今の置き場所は屋外の南側の軒下に置いた観葉室の中です。2週間くらい前から新芽が出てきました。サントリーフラワーズのサイトでエンジェルスイヤリングの育て方を調べると、春新芽が吹いたら一回り大きい鉢に植え替えましょうとありました。まだ春というには少々寒いですが、新芽が吹いているので植え替えしたいと思います。鉢は引き続きこちらの壁掛けできる鉢を使います。土はサントリーフラワーズに尋ねたところ、一般的な草花用培養土で良いとのことでした。ちなみに昨年植えた際は草花用の培養土に鹿沼土を混ぜていました。今年も新しい培養土を購入して使うのが一番簡単で安全かとは思うのですが、今回はカルス NCR で再生した土がたくさんあるので、それを使ってみたいと思います。フクシア栽培のポイントは、梅雨時期から夏場、いかに水はけよく涼しく過ごさせてあげるかだと思っています。水はけの良い土にするために、今回はかなり実験的にはなりますが、先日コチョウランの植え替えで使ったこちらの洋ランの培養土を再生した土に混ぜてみたいと思います。花心の洋ランの培養土はココナッツハスク、軽石、ゼオライトなどがブレンドされています。軽石とゼオライトは馴染みがあるんですけど、ココナッツハスクはあまり馴染みがないので、ちょっとパッケージを読んでみたいと思います。ココナッツハスクはココナッツをさいの目に切断加工した有機質の単葉土です。根の成長を助けるカリ成分を多く含み、また保水性が高いので根の養分吸収を助けます。少々粒が大きい点が気になりますが、まあ、あれこれ考えるよりもまずはやってみて、その結果でまた考えたいと思います。それでは早速作業に入ります。まずは土を作ります。これがカルス NCR で再生した土です。これに洋ランの培養土を混ぜます。混ぜる割合なんですが、まあ、とりあえず3対1くらいの割合で混ぜてみます。元肥としてマグアンプ系を入れます。全体をよく混ぜます。土ができたら株を鉢から抜いてみます。古い土をある程度落とします。2株は元の鉢、もう1株は単品植えすることにしました。先ほど配合した土で植え付けました。殺虫剤をまきます。活力剤入りの水で水やりします。これで完成です。フクシアは伸びた枝の先に花をつけるので、なるべく枝数を増やすために剪定をしたいところなんですが、私はフクシアの栽培経験がそれほどなくて、実は剪定の方法がよく分かっていません。サントリーフラワーズのサイトによると、基本的に切り戻し不要とありました。思い切った切り戻しはしない方が良いでしょうとも書いてありました。ですので今回は剪定しないで、このまま様子を見ようと思います。この後の管理についてです。
置き場所はまだ寒い日が続きますので、引き続き屋外の観葉室に置きます。水やりは乾いたらたっぷりあげます。2週間くらいしたら置き肥をして、たまには液肥もやります。あとこれはフクシアに限らずなんですが、ハダニ対策として葉っぱに水をかけると良いと思います。かける際は葉っぱの表側だけではなく、裏側にもしっかりかけるようにすると効果的だと思います。私は天気が良くて気温が高い日に水浴びさせる感覚でやっています。ただし葉っぱが濡れている状態で夜を迎えてしまうのはあまりよろしくないと思いますので、ご注意ください。今回の動画、新作部分は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ここから先は過去に投稿した動画の切り抜きです。今日ご紹介したエンジェルスイヤリングの植え付け時の様子や冬越し準備の様子です。よろしければ引き続きご覧ください。こちらのエンジェルスイヤリング、これを植えたいと思います。これフクシアで、私フクシアの花の形が好きで、去年はプーニーっていう品種植えたんですけど、梅雨時にドロドロになって終わっちゃったんですね。なので今年は品種を変えて、こちらのサントリーさんのエンジェルスイヤリング、色はピンクオパール、これを植えていきます。水はけがいい土がいいと思うので、培養土に今鹿沼土を入れました。あとは元肥を入れます。根っこはこんな感じです。程よく張ってる感じですね。少しだけ下を触ってから植えたいと思います。はい、でこれはお高いブランド苗なので、リキダスのお水をやります。はい、あと病気と虫の予防で、こちらのベニカ X ガードも巻きます。フクシアの冬越し準備をしていきたいと思います。今ご覧いただいているのはサントリーフラワーズのエンジェルスイヤリング、ピンクオパールっていう種類です。3株購入して、こんな感じの壁掛けできる鉢に植えています。3株とも一応お花が全部咲いてくれています。サントリーフラワーズのサイトで調べたんですが、フクシアの冬越し、関東以西の温暖地域では冬越し可能です。秋が過ぎて花が終わったら枝先を軽く刈り込み、日当たりの良い場所で管理してくださいということです。こんな感じでお花まだまだ咲いてるんですけど、もうできるうちに冬越しの準備しちゃおうと思います。まずは枝先を軽く刈り込みます。このぐらい枝先を切りました。こんな感じの姿になっています。3株のうち一番左側の株、こちらの株がちょっと元気がないので
全体的な形がちょっとおかしいですけど、まあ来年の春にまた植え替えするかなんかして調整したいと思います。でこちらはサントリーフラワーズの情報ですけど、冬の間枝だけになっても枯れたとは限りません、肥料は控えますっていうことなので、こちらの大きい日は拾い上げました。春になり新芽が吹いたら一回り大きい鉢に植え替えましょうということです。少し鉢土の表面を軽くですけど耕しました。で、まあ、意味があるかどうかわからないですけど、鉢土の表面にこちらを敷いておこうかと思います。少しは防寒になるかなと思います。はい、こんな感じで全体に敷き詰めました。あとこちらなんですけど、これ種かなと思ってこの先どうなるのか観察したいので、このままにあえてしてあります。種が取れて種まきできたらいいななんて思っています。この後の置き場所は南側の軒下の観葉室に入れていきます。こんな感じのアルミ製の観葉室があるので、これに入れて、まあ、今の時期はまだビニール、これ巻き上げっぱなしなんですけど、もうよほど寒くなってきたらビニールを閉じたり、で昼間暑そうで蒸れそうなら開けたりっていう感じで調整しています。